新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日は風見くん、そして古川くんですね。こちらのフットサルコンビ来てますので見ていきたいと思います。力属性のフォワード OMF 古川くんですね。こちら見ていきましょう。メイン技クイックターンワンツーの S480 威力ということで、一番強いワンツー技来てます。まあ、これはフットサルコンビのワンツーですね。で、足裏ダンスステップの S455 威力、一番強いドリブル技ですね。で、鮮やかなパスカットの S450 威力ということで、一番強いパスカット技来ております。まあ、なんでパスが必要ですね。パスとタックル、まあ、こちらをつけてあげる必要があるというところですかね。まあ、ただこのキャラクター封印のガードがないので、技が極端に少ないんですよね。まあ、なのでロベルトとかミカエル、松山、こういったところはかなり天敵になるかなと思われます。特技は自動パスカット強化の S、 自動パスカット時 80% の確率で必殺技が発動する。チムスキー超団結、力2本&5人以上の 25%、 絆、力属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 3%、パラメーターダウン耐性、味方に対するパラメーター低下効果を 7% 軽減ということで、まあ、なんと上下10なんですよね。まあ、なので、まあ、かなり、上下の値としては高いかなと思います。でさらに勝利への重い劣勢時、スコアが負けている時、味方チームの日本選手のパラメータープラス 5% ということで、まあ、これがちょっと新しいですよね。味方チームの日本選手なので、まあ、日本選手のキーパーとかに、こういったバフが乗るっていうのはかなり珍しいのかなといったところになります。コンビネーション風見、風見慎之介が同じチームにいるとパラメータープラス 20% ということで、まあ、実質フットサルコンビで、まあ、使うことになるかなと思われます。そしてコブフォワードですね。マッチアップで勝利すると味方のフォワードは次のコマの選択時にパラメータープラス 5% ということで、まあ、レッセージとかコブとかいろいろついてるんで、まあ、この辺、まあ、かなりバフ系のキャラクターという感じになってます。4等戦見ていきましょう。オフェンス 10%、 チームスキー75、バフ50で見ていきます。スタミナが1281ですね。ブロックが4等戦見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まあ、基本的にもう一緒に使うという前提で見ていくんですけど、ドリブルが 58,000、 シュート61,000、パスが 65,600、タックルは 52,600、 パスカットは 55,700 ですね。技威力すべて最大のものをつけた前提で見ていきます。コンビネーション 20% のところですね。ドリブルが 265,000、 シュートは 300,000、パスは 289,000、 ワンツーは 315,000、 タックルが 223,000、 パスカットは 250,000 というところですね。まあ、ワンツーの値は全然悪くはないかなと思います。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルが 324,000 で、パスは 350,000 ということなんで、まあ、読み勝てば抜けるかなといったところですね。でシュートに関しても、まあ、一応つけておけば読み勝てば抜けますよといったところになってます。でタックルが276,000で、パスカットが300,000なので、まあ、封印されちゃうと技そもそも少ないんで通されちゃうんですけど、封印とかなかったとしても、まあ、特にフェスコレのキャラクターにはかなりゴリっていかれるかなと思います。まあ、30万もねかなり切ってるので、タックル側とかは相当きついかなといったところになってますね。まあ、なんでそこまで守備はやはりできないのかなと思われます。まあ、ただですね、今回劣勢時のコブであったりと、まあ、劣勢時であったり自分自身のコブとかっていうのもあるんで、まあ、まず 5% ぐらい相手より有利だった場合というところでちょっと見ていくと、読み勝ちの補正とか穴も入れない状態でワンツーの値が 324,000 っていう数字が出てきますね。なので、まあ、5% ぐらい上回ることができているって考えると、フェスの翼くんとかと同じぐらいのワンツーの数値を出すことができるので、まあ、そういった意味で、ね、ご両親がまあ少し効いてくるといったところになっております。まあ、今回ガードキャラっていうのもあるので、デバフパに対して、まあ、バフ差をそもそもつけることができているというような前提で考えると、ワンツーは全然いいんじゃないかなと思います。でドリブルに関しても読み勝てば抜けるぐらいにはなってんじゃないかなといったところですね。まあ、ただそれでも守備はかなりやはり低いので、まあ 5% または 10% とかですかね、このぐらい差をつけることができてもタックルの値全然上がってこないですので、まあ、この辺はちょっと厳しめなのかなと思われます。一応歴代の古川くんと比較してみようと思うんですけども、まあ、結論から言うと一番歴代の中では強いですね。コンビネーション風見くんっていうのは基本的に一緒に使えばいつでも乗りますので、まあ、ドリブルが265,000で、まあ、その、まあ、1個前の最新のやつですね、まあ、こちらの読み勝ちが乗って火事場も乗ってるっていう状態であれば240,000ということで、まあ、一番高くなってます。でパスに関しても同様ですね。まあ、今回の例えばワンツーとかですよね、こちらをつけてあげたらどうなのかというところで、まあ、コンビネーション強化も乗るんで、まあ、そうすると278,000まで一応いきますね。
まあ、ただそれでも今回 のコンビネーションが乗ってる時 あ古川くんか古川くんの普通のパス値っていうのを超えれてないという形になってます。タックル見ていきましょう。タックルに関しては22万3000、ねまあ、その次に強いのはやはり最新の1個前の古川くんが20万と、まあ、どの道、20万前半というのはかなり厳しいかなと思います。でパスカットなんですけども、パスカットに関しても一番高いという形になってます、まあ、なので過去の古川くんと比べれば当然一番上には来てますよといったところですね。で他キャラの比較は、風見くん見てから全部まとめてやろうかなと思ってます。それでは風見くん見ていきましょう。即属性のフォワード OMF の選手になってます。メイン技クイックターンワンツーの S480 力ということで、まあ、のフットサルコンビのワンツーで一番強いのが来ております。ザリガニバックステップの S455 威力、まあ、一番強い、ドリブル技ですね。でトゥーキックシュートということで440威力なんですけど、まあ、シュートに関してはこれ一番強いやつではないというところになります。まあ、なのでこちらに関してもパス、そしてタックルパスカットですね、まあ、こちらを持ってこれる必要があると。でさらにこのキャラも封印ガードがないので、まあ、やはり松山ミカエル、あとはロベルトですかね、まあ、この辺はかなり天敵になってくるといったところです。特技はスタミナキラーの S、 マッチアップ時に相手のスタミナ消費量がプラス 35%、超団結日本、即日本&5人以上の 25%、絆、即属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 3%、パラメータダウン耐性、味方に対するパラメータ低下効果を 7% 軽減ということで、こちらも上下10のキャラになってます。コンビネーション古川、古川幸太郎が同じチームにいると、パラメータプラス 20%、自動パスカット弱体化、相手チームの DMF、DF は自動パスカット強化による必殺技発動率マイナス 35%、まあ、これ自体は強いですね。勝利への思い均衡ですね。スコアが同点の時、味方チームの日本選手のパラメータプラス 5%、ただし0対0を除くということなので、まあ、1対1とか2対2であれば発動してくるやつですね。なんで古川くんとこの風見くんっていうのが両方いればですね、まあ、負けてる状態っていうのと、まあ、そこから同点に追いついたとか、まあ、前半1時で追い返したとかってなった場合に、まあ、日本選手へのバフが 5% 乗るというところになります。4突で見ていきましょう。褒め効果オフェンス 10%、 チーム付き75、バフ50で見ていきます。スタミナが1282ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まあ、基本的にはコンビネーション乗ってる前提で見ていくと、ドリブルが60000、シュート62000、パスが63900、タックルは55000、パスカット55000と、技威力すべて最大のものをつけた前提で見ていくと、コンビネーション 20% ですね。こちら見ていきます。ドリブルが274000、シュート314000で、パスが265000、ワンツー使えば307000ですね。タックルが235000、パスカット231000というところになってます。読み勝ちの補正ありで見ていきましょう。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルが335000、シュートは376000、パスが329000、ワンツー371000、まあ、なので、まあ、オフェンスに関しては読み勝てば抜けるかなというところですね、シュートも含めて。まあ、ただもちろんシュートが入る性能ではないですね。古川くんもそうなんですけど、古川くん、風見くんはシュート入るレベルではないですよと。でタックルに関しては291000、パスカットは287000で、どちらも300000を切っているので、やはりフェスコレ系のキャラクターには普通に通されちゃうというところかなと思います。でこのキャラに関しても、まあ、やはり 5% ぐらい上回っているとか、まあ、そんな状況が生まれてくるかなと思うんですけども、5% 埋まった時にワンツーが316000ですね。まあ、なので、まあ、ゴリ押しというほどでもないかなといったところですかね。まあ、読み勝てば十分抜けるといったレベルになってます。で守備に関しても、まあ、24万までは来ましたけど、まあ、それでもやはり読み勝ってフェスコレのキャラクターから、まあ、その読み勝って取れるといったレベルではないかなという感じですね。歴代の風見くんと比較してみたいと思うんですけど、まあ、こちらに関しても当然、過去のやはり風見くんと比べれば高いという状況にはなってます。まずドリブルなんですけど、今回の風見くんが274000で、全力全開の風見くんが249000ということで、まあ、ここ一番高いですね。でパス見ていきましょう。でパス415が最大になるんですけども、
今回のやつが26万5000、でまあ次に来るのも読み勝ちで20万台ということで、まあオフェンスは全然高いですよという感じですね。タックル見ていきましょう。タックルに関しても23万5000で一番高くなってます。まあ他キャラがねもうディフェンスがかなりできなすぎるというところですかね。パスカット見ていくと、今回のやつが23万1000で一番高くなってます。まあ、なんでワンツーとかも、まあ、他キャラに移植する必要も全然ないかなといったところですかね。それでは今回風見くん、そして古川くんですね、まあガード系のキャラクターとちょっと比較しながら、まあ実際どんなもんかっていうところを見ていきたいかなと思います。まあ比較対象としましては葵くんですね、上下高い葵くん、そして同じ上下 10% のキャプテンシー、であとは即属性の三杉くんですね。まあこちらと比較してみたいなと思います。まずドリブル見ていきますと、海外キラー乗った時のキャプテンシーっていうのが30万4000っていう数値が出ます。キャプテンシーとかだと、まあ、ガードが自分自身にも 10% あるっていうところもあって、デバフパーとかに対して、まあ、結構ご利用しできる、デバフパーの海外選手に対してご利用しできるイメージあるかなと思うんですけど、まあ、実際にドリブルっていう数値結構高くて30万4000という形になってます。で次に来てるのがこの中だと三杉くんですね。読み勝った時に500威力、移植した前提ですけど、読み勝ったら28万。で次に来てるのが葵くん。腹屈が乗ってくれば27万8000。まあ、なんで読み勝てば十分抜けるというレベルまで来てます。で、風見くんがコンビネーション乗って27万4000。で、古川くんが26万5000。で、日本選手相手のキャプテンシーが25万3000。で、葵くんとかの何も乗らなかった場合が23万8000という形になってます。まあ、なんでキャプテンシーの海外キラーには及ばないんですけども、キャプテンシーの日本選手相手というところは、まあ、常に超えているという形にはなりますから、まあ、対戦するデッキに合わせてといったところにはなってくるんですかね。まあ、ただデバフ相手だった場合に、まあ、海外選手が相手多いのは間違いないですから、まあ、そういうふうに考えると、まあ、キャプテンシーの方が刺さりやすい可能性はあるかなと思います。まあ、葵くんとかだとどうしても腹屈乗ってくれば確かに、風見くん、古川くん超えてくるんですけど、腹屈乗るまでっていうところが、まあ、ちょっと一回弱い部分っていうのが出ちゃうかなという感じですかね。続きましてパス見ていきましょう。この中のメンバーだと、古川くんが一番高くなってます。28万9000。で、翼くんが28万4000という数値ですね。で一応、翼くんに関しましては490のワンツーが最大になってて、で古川くんに関しましては480という形です。なのでお互いワンツー使ったとしても古川くんの方が上という形ですね。で翼くんもワンツーとかでかなりご利用しができるっていうイメージあると思うんですけど、まあ、それはしっかりガードできて、バフ差がつけれてればご利用しできるよという感じです。そこに対して古川くんに関しては翼くんを超えるワンツーの値を出すことができるので、そういった意味でしっかりガードできている、バフ差がつけれているっていう状況であれば、古川くんでご了承していくっていうことは十分考えることができるのかなと思われます。次に来てるのは葵くん、そしてその次に、風見くんで三杉くんという形です。で風見くんの場合は通常パスの数値が、まあ、極端に技威力が低いので、まあ、これを480まで置き換えてあげれば30万7000ということで、まあ、翼くんのワンツー使った時と同じぐらいの値が出てますから、風見くんに関してもガードをしっかりしてバフ差がつけれているっていう前提であれば、まあ、キャプテンシーと同じようなワンツーの使い勝手にはなってくるのかなと思います。キャプテンシーは海外相手のみというところなんですけど、今回の古川くん、風見くんに関しては、まあ、いつでもこの数字といったところですかね。守備見ていきましょう。守備に関しては葵くん、腹屈乗れば26万7000で、この中で一番高いですね。でキャプテンシーが海外選手相手で26万7000。で、三杉くんが読み勝って23万8000。風見くんですね。風見くんが23万5000。葵くんが何者なくて22万9000。古川くんが22万3000というところです。まあ、古川くんに至っては、葵くんの腹屈なしの状態よりもタックル値が下ということで、まあ、よっぽど厳しいかなというところですね。まあ、しっかりガードできてても、この葵くんかなりご了承されてる、イメージもあると思いますから、まあ、そんな感じになります。で、まあ、風見くんにおいては、三杉くんの読み勝った時っていうのを下回っているという形になるので、三杉くん、まあ、タックル側で読み勝ってもなかなか取れないというようなイメージもあるかなと思うんですけど、まあ、それと同じことが、まあ、起きてきちゃうかなと思います。続きましてパスカット見ていきましょう。パスカットに関しても、キャプテンシーが一番高くて28万8000。三杉くんがその次で28万2000。で、葵くんが25万9000。
で古川くんが25万、何もなかった時のキャプテンシーが24万、そして風見くんが23万1000というとこですかね。なので、まあ、キャプテンシーの日本相手だった場合よりも風見くんは下という形になりますから、パス側でのご了承っていうのはかなりされやすいかなと思います。まあ、こう考えると、キャプテンシーは海外選手相手であればタックルパスカットともに非常に優秀な数字が出てて、ドリブルもパスも、まあ、ワンツーとかも含めてですけども、まあ、安定した数字が海外相手であれば出せるのは、まあ、キャプテンシーなのかなという感じですね。はい、というところで、まあ、今回フットサルコンビ見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと特殊なところで言えば、そのやはり勝利への思いっていうので、まあ、キーパーも含めてバフが乗るっていうのは、まあ、貴重なのかなと思いつつも、まあ、その待ってよほどの使い勝手の良さはないよねといったところですかね。まあ、上下で言ったら10で、さらにまあそのレッセージとかまで含めれば当然15っていうことにはなってくるんですけども、まあ、特定の条件下でしか乗ってこないものというところなので、まあ、待ってよの欧州 5% みたいな、感じのすごい汎用性のある使い方な感じでもないのかなといったイメージですかね。まあ、ちょっとこの辺は本当デッキに合わせてというところなんですけど、まあ、このキャラたちを2人、まあ、どの道このどっちか入れると2人入れなきゃいけなくなると思うんですけど、まあ、2人入れた時に、まあ、その2人ともがやっぱり発射台になる可能性がかなり高い選手ということになるんで、マニュアルで逃がしたりするっていうのが必要になってきちゃうかなと思われます。まだ常設のキャラなのかなと思いますので、まあ、そのうち、まあ、欲しい方に関してはね、そのうちポロッと出るところを狙っても、まあ、いい感じのキャラなのかなというふうには思いました。まあ、いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。